個人的には約7ヶ月ぶりの登場となります。目の前に見えております A350、私はこれからこちらに登場いたしまして、福岡空港を目指そうというところでございます。で、まあ、今回はありがたいことにファーストクラスに登場することができましたので、まあ、その時の様子をお届けしたいと思います。まあ、くしくもこの日はですね、JAL が新しい制服に切り替えてからまだ間が経ってない時期だったんで、まあ、非常に新鮮でしたし、私としても見るの楽しみにしてたんですけども、やっぱ新しい制服の方がなんかスタイリッシュでかっこいいですよね。で、機内安全ビデオに登場するCA のお姉さんも、こちらですね、ちゃんと新しい制服に変わってるんですよね。こういうところなんかすごい細かいところまで行き届いてるなという感じがして、すごい良かったです。機体が動き出して滑走路へ向けて待機信号しているところです。画面左寄り分かりますでしょうか。多くの機材が地上に駐機されているのが分かります。これほどまでに機体が留め置かれているというシーンはなかなか見ない光景ですね。昨今の減便からの減便からの減便ということで、航空会社がどれほどダメージを負っているかというのが、まあ、一目見で分かる映像のように感じられます。画面中央に ANA の767-300がこっちに向かって走ってきてるんですが、その奥ですね、白と青と赤の機体がですね、多く留め置かれているのがわかるでしょうか。ちょっと拡大してみましょうか。こんな感じですね。東京2020の特別カラーのやつとか、ちょっとラッピングが入ったやつとか、もうこんなに機体が地上にいるというのはね、もう由々しき事態としか言いようがないですよね。なるべく早くこういう状態を出して大手を振って旅行とか出張とかお出かけができるような世の中が早く来ることを心から祈っています。で、機体はこれから、左に旋回していきまして、目の前に見えている滑走路、これが確か、16ライトだったかなの方から、離陸をしていくことになります。まあ、当然といえば当然の話なんですけれども、積んでる荷物とか、人の量によって滑走する距離というのが変わってくるんですね。まあ、今回A350で福岡まで行くやつなんですけれども、この滑走距離の短さというのがね、いかに積んでる荷物とか、人の量が少ないかというのをね、感じさせてくれるという、まあ、これはちょっと航空マニアらしい目線なのかもしれませんが、はい、こちらですね、ターミナルの向こう、向こうの第2ターミナルの向こうですかね、のエプロンかなのところにもこんだけ機材が止まってるというね。で、あれは ANA の C3PO ジェットですかね。もうなんかそろそろなんか元に戻されるというふうな話らしいですけれども、機体はこれから南に旋回をしていきまして、進路を西に取り、一路福岡の方に向かって高度4万フィートまで上昇してまいります。お昼過ぎに羽田を出発する便だったので、今日の機内食は昼食ということになります。まあ、ちなみになんですけども、昨今も例のあれの影響で、まあ、出かけられずに飛行機の動画のネタを何にしようかというふうな話で皆さん多分悩んでらっしゃると思いますが、私一回ちょっとやってみようと思っているのが、この機内食をレシピとかを見ずにどれだけこう再現できるかっていうのをね、ちょっと自宅で実験してみたいなというふうに考えています。まあ、ただこの桜色のこのあんの作り方とかね、どう考えても分かるわけがないんですけど、まあちょっと似たようなものでね、ちょっと面白おかしくやってみたりとかしてみたいと思います。まあ、ここで食後のコーヒーを眺めながらですね、A350 名物、機外カメラをね、広げて、ちょっとひととき心を休めております。いや、 A350 に乗るんだったらやっぱこれが一番の醍醐味ですよね。およそ1時間ちょっとのフライトで、機体は玄界灘上空に到達をいたしまして、ここから、左に旋回していきまして福岡市上空へと侵入してまいります。前回は、ランウェイ16海側からのアプローチだったんですけれども、今回は、空港の横を通り過ぎまして、切り返すランウェイ34からの着陸というふうになりました。ちなみに余談ですけれども、福岡空港のアプローチチャートを眺めておりますとですね、ウェイポイントの名前に、ラガーとかエビスとかいうのがありましてですね、なかなかユニークなあだ名をつけているなというふうなところなんですけれども、こういったものは、ここ以外にも例えば秋田空港だったらキリとタンポがあったりね、まあ、いろんな種類があって調べてみると面白いです。前回 A350 のファーストクラスに搭乗した時はですね、2019年の9月2日、就航2日目だったんで、いろんな有名人が搭乗しておりましてですね、有名どころでいきますとですね、かの有名な YouTuber スーツさん、鈴川彩子さん、それから、ヤマゼットスタンバってますっていう航空系旅行系チャンネルがあって、そこの、ヤマゼットさんという方とね、ご一緒させていただくことができまして、まあ、ちょっと航機後福岡空港でちょっとおしゃべりをさせていただくなんていう機会もございまして、まあ、その説は皆さんお世話になりましてありがとうございましたというふうに申し上げておきたいと思います。機体はスムーズに、ランウェイ34に着陸をいたしまして、これからターミナルの方に向かってまいります。私もこれから仕事という名の日常が待っておりますのでね、久しぶりの博多でございますが、しっかりと、ミッションを達成して、早々に東京に戻っていきたいと思います。
はい、いかがだったでしょうか。 A350 ファーストクラスに搭乗して福岡までのフライトをお届けいたしました。まあ、他にもこういう、簡単な動画になりますけれども、出せるものをどんどん出していきますので、チャンネル登録、いいね、よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。